どうも、シャーペンです。今回は、皆さん大好きなコラボの話なんですけども、ちょっと、フラグと言いますか、可能性が出てきたものがあるんで、紹介していこうと思います。まあ、それが、これですね。ジャンプフェスタ2019なんですけども、まあ、これの、メーカーブースというものに、X フラッグがね、ブースを出してるんですよ。まあ、それがこれで、はい。モンストの X フラッグが最新の情報と映像大公開って言ってるんですよね。まあ、これが、まあ、モンストのゲームとのコラボではないかって言われてるんですよね。確かにありえそう。やるなら、まあ、ジャンプ作品1本とコラボするのか、その電撃コラボみたいにいろんな作品のキャラを出すのか、どっちになるかですよね。で、これ開催されるのが年末なんですよね、確か。12月末なんで、ここで情報が解禁されて、まあ、1月2月に開催されるのか、まあ、これなる前、だから11月、今月か来月にコラボして、それの映像をここで流されるのか、まあ、どうなるんですかね。でも年末はね、やっぱ新春鳥獣神祭とかあるんで、やれない今月な気がしますけどね。あと作品か、やる作品だと、まあ、今期待かかってんのは、やっぱヒロアカですよね。まあ、人気はかなりうなり登りですし。僕もちょっと最近ね、見て、すごい面白かったんで、いや、ほんと人気出る理由わかりますわ、あれ。やってほしいですね。そういうのが個性とかあるんで、ステータスとかね、付けやすそうですし、ぜひやっていただきたいですね。あと、ワンピース。でも、ワンピースはなんか、ソシャゲとあんまりコラボしないというね、噂が立ってるんで、ちょっと可能性は薄いですけど。で、あと、まあ、ドラゴンボール。ドラゴンボール12月に映画があるんで、まあ、それも相まって、可能性はあるかもしれないですね。すぐツイッターでね、一瞬コラボさん流れましたけど、怖いですね。まあ、てな感じで、まあ、ジャンプ作品とのコラボのフラグが、今回立ったんで、まあ、これについて話していきました。まあ、よかったらコメント欄に、単純に自分のしてほしいコラボとか、まあ、そのね、キャラの性能の妄想とかでもね、全然コメントしていいんで、よかったら、よろしくお願いします。あとぜひ、チャンネル登録もしていただけると、この8で妄想動画とか生放送とか、いろいろやってるんで、よければ登録していただけると嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。